曲がね、あのオリジナルノートを作ったりね、体を動かしたりしてね、このカードを覚えていきますね。こんにちは、タロット占い師中健です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。今日もね、体を使って覚えるタロットカード講座を行いたいと思います。今日はですね、月というカードのね、カードの説明をしていきたいと思います。タロットボード大アルカナね、18番目のカードなんですが、お見せしますね。こういうカードですね。こういうカードで月ですね。具体的にね、入っていくんで、最初にちょっと用意してほしいものがあるんですね。ノート、これ概要紙でもいいです。ノートあるいはの手帳でもいいです。はい、すぐパッと出せるもの、書くもの用意してます。マジックあるいはボールペンね、用意してください。それでね、オリジナルノートをね、これから作っていきます。そうすると覚えやすいんで、はい、そしたらですね、あなたのノートにですね、月と書いてます。今日月ね、ムーンですね、月というカードなんで、この意味を書いてますね。今度は真ん中に書いてね、こうノートの真ん中に書いて丸で囲みます。で、あの18名のカードね、18と何本でもいいで、こう短い線をこうちょっと円の周りにつけてもらっていいですか。で、ここにね、これから意味を書いていきます。で、オリジナルノートを作っていきますね。はい、例えば不安ってね、不安って意味があるんですけど、不安ですね。で、ここから意味を、3つぐらいついてきますんで、私がこうあなたのノートに書いてもらっていいですか。はい、じゃあ言います。不安、恐怖、心配、想像、もう一度言いますね。この月、ムーンのね、タロットカードの意味が不安、恐怖、心配、想像、こんな風に、ね、なります。はい、まあ一例なんで、あの好きなように書いていいですよ。はい、で、こっち逆位置ってありますよね。逆位置、はい、このカードが逆になったり上下逆さまになったりするんですが、はい、今このカードね、月というカードなんですが、これは正位置ですね。はい、で、これ逆になる、これ逆位置という、これですね。で、あの鑑定してて、あの占いをしててね、カードが逆さまになったりするなる状態を逆位置というんですが、この月のカードにも若干変わるんで紹介します。隠されたことが見えてくる、まさに不安の逆ですよね。好転する、ね、恐怖とか心配が逆転するので好転、迷いなくなる、想像、心配とかしたら迷いがなくなる、これむしろいい意味になりますよね。だって言うとね、こっちはなんか不安とか恐怖とかあんまりよろしくない意味ですよね。良くない意味なんですが、逆になるといい意味になるんで、はい、むしろこっちの逆位置の方がいいですよね。だこっちの意味、不安とか恐怖になった場合は、これちょっとあの解明してね、意味を言っていくといいですね。不安とか恐怖の意味があるんで、これ何、具体的に何かなっていうのを考えていくとね、いいかもしれないですね。もしかしたらなんかあのただの思いすぎしなんて可能性もあるんで、これ実際裏の場でね、あの話しながらね、なんかありますかとかね、心当たりありますかなんて言っていくといいですね。はい、解消してあげるところまでね、話してあげるといいかと思います。で、こっちはもうすごくいい方向に向かってる、ある意味でね、隠されたことを見えてくるとか、良くないことが分かってくるなんてね、こうよくニュースとか見てるとね、なんか今まで隠してたんだみたいなね、なんか良くないこと出てくるなんて可能性もありますけど、まあある意味ね、ずっと知らないから、これ知らなきゃいけないという段階の場合もかもしれないんでね、いいんですよね。で、好転する、良くなる、迷いがなくなる、すごくいいんですよね。目標が定まるってことですね。迷いがなくなる、すごくいい意味なんで、こっちはいいんでね。こっちが出た場合、ちょっとね、一緒に考えてあげるといいかもしれないですね。不安とか恐怖。で、ここでちょっと改めてもう一回カードを見てほしいんですが、なんとなくこう不安そうですよね。このなんか、ザリガニとかね、狼とか犬ですかね。月に向かって動いてて、なんかこう、どれも不安そうですよね。で、なんか道のりも遠いみたいな感じもなんとなくありますよね。はい。なんかこう不安とかね、心配とかなんか、わかんない。ね、でこれ多分夜だと思うんでね、なんか心配とかね、はい、まあ、ただ想像っていうね、分かんないだけにこう想像するなんてね、こともあるんで、ちょっといい意味なんかもあるんでね、はい、絵からもある程度想像できるんでね、その辺はいいですよね。で、ここに挙げたのはあくまでも一例です。最初のとっかかりとしてね、このぐらいでいいんじゃないかなっていうふうに書いてるんで、他にももしあなたがこう意味してたら、こう付け加えて書いていいですから、って線引いて、あのぜひたくさん意味書いてください。で、あの、あれ、あなたのね、オリジナルノートを充実させてください。はい、
昨晩で私もね、オリジナルノート作ってます。私はこうノートの半分にね、わからない思い込みとかね、そんな意味を付け加えてます。憂鬱とかね、そんな意味をね、書いてます。それではですね、この月というカードなんですが、実際にね、恋愛の相談でこのカードが出たらどうなるかってちょっと一緒に考えてみましょう。で、不安とか恐怖とか心配とか想像、なんかこう出会ってきたらなんかあんまりいい意味じゃないですよね。なんかお相手とね、彼との関係でなんか不安があるとか恐怖があるとかね、なんか心配だとかね、なんかね、なんか何ですかね、他に付き合ってる人がいるかもしれないとかね、そういうのがあるんですかね。はい、ね、もう全然最近話聞いてくれないとかね、彼はゲームばっかりしてるとかね、なんかね、そんなあれかもしれないですね。ちょっと聞いてみるといいかも。なんか不安ありませんかみたいなね、カード出てますよってね、まあ、想像なんかだといいかもしれないですね。はい、逆で出てくると隠されたことが見えてくる、ね、良くなって、好転性良くなって迷いなく、彼との関係で迷いなくなる、もう迷いなくなるって言ったらね、もう本格的に付き合うとか、もしかすると結婚とかね、なんかそういう風にいい意味かもしれないですね。はい、まあ、これ ご夫婦ね、結婚されてる方でこのカード出てくるとちょっとやばいかもしれないですね。なんか隠されたこと見えてくるとか、迷いなくなるとかって、なんか良くない方向に行きそうですね。なんか離婚とかね、別居とかね、まあそれはそれでね、ある意味ね、節目なんで、そういう場合もあるんで、一応聞いてみてあげてください。あんまりね、いい状態じゃないかもしれないんでね、夫婦の場合だとね、まあいろいろ応用させてみて、自分で考えてみてください。仕事でこのカードが出たら、はい、なんか不安がね、あなたの相談者の方にね、不安があるかもしれないですね。恐怖と かこれ感じてないかもしれませんが、実はずっとこの状態でね、もう分からなくなってるなという場合もあるかもしれませんが、なんか不安とか恐怖とか心配が仕事にある、ね、もうこの会社大丈夫かとかね、将来不安だとかね、はい、まあ、なんか今オンライン化がすごい進んでてね、この会社大丈夫なのかね、いまだに手書きだよとかね、なんか会議もいまだになんかね、何時間もね、顔合わせてね、思ってたりとかね、この会議の時間にね、営業行った方がいいんじゃないかとかね、なんかそういう不安がね、もしかしてあるのかもしれない、聞いてあげるといいかもしれないですね。はい、仕事で出た場合ね、で仕事の場合でね、逆位置でこの月のカード出た場合ね、隠されたことが見えてくるね。でこれ会社が赤字だったのをね、隠してたとかね、なんかあるかもしれないですね。でなんか負債があるの隠してたとかね、なんかニュース見るとこういう記事最近多いですよね、なんかね、はい、ただ好転するって意味もあります。で迷いがなくなって、まあ、これも多分好転するにつながると思いますが、仕事で迷いなくなって、うまくいく、具体的な目標ができたとかね、これいい意味ですよね。というね、なんかそういう意味があるんで、これ当てはまりませんかなんて占いの際で言うといいですね。ぜひ言ってあげてください。まあ、他にもね、まあ、今2つのお金の場合どうなるかとかね、健康面で言うとどうなるかとかね、そんなのも考えてあげると、いろいろ応用が膨らみますよね。考えてみておいてください。でこんな風にね、オリジナルノートを作る、でこうしていろんなね、恋愛とか仕事で考えるとだけでもいろいろ言葉の意味を覚えていくかと思うんですが、これは体の動かすことでもね、頭に入ってくるんで、体を動かしながらこの意味をね、言ってさらにね、覚えていきましょう。でちょっとこう周りにも物がないような空間に行けますかね、はい、ちょっと行ってもらっていいですかね。移動できたでしょうか。それではこれからね、月のタロットカードの言葉をね、覚えていくために、体を動かしながらね、いきますね。月というとね、やっぱり三日月をね、よくイメージされるかと思います。私もですね、ですね、横から見て三日月をイメージした、そんなね、体の動きを取りながら月のね、タロットカードの言葉を、意味を覚えていきたいと思います。早速ですね、いきますね。四つん這いになってもらっていいですか。はい、こんな風に四つん這いになります。はい、で右足を一歩前出してください。右足前出します。で起きてきていただいて、両手スーッと上げます。で体グーッと反らせられますか。そう、辛かったら反らさなくていいです。はい、バランス保ってね、後ろの左足はつま先立てておいていただいて結構です。じゃあこのままちょっと意味言ってきますね。はい、ではこの月のね、タロットカードの意味は、不安、恐怖、心配、想像ですね。もう一度いきます。不安、恐怖、心配、想像です。はい、じゃあゆっくりゆっくりね、両手下ろしてください。右足後ろ引きます。はい、反対いきますね。はい、今度は逆位置ですね。逆位置いってきますね。左足を前に出していただいて、この後ろの右足ね、つま先を立てておいてください。はい、そうですね。で起きてきていただいて、両手スーッと上げます。はい、少し体を反らせてください。で逆位置いきます。はい、隠されてたことが見えてくる、好転する、迷いなくなる。もう一度いきます。隠されてたこと見えてくる、好転する、迷いなくなるですね。はい、
ってゆっくりゆっくり両手を下ろしてください。はい、左足後ろ引きます。ちょっと呼吸整えてください。まあ、こんな風にね、体を動かしながらね、タロットカードの意味をね、ぜひ覚えていきましょう。でもしよかったらね、もうタロットカード最後の方まで来てるんで、朝とか家帰ってとかね、1日1回タロットカードを皆さん誰かに引いてみていただいて、でその意味をね、言えるか、ね、あとはその自分のね、今の心の状態とかを反映してるかとかね、もうちょっとぜひやってみてください。そうすることで毎日1回ね、1つのカードを覚えられていく。そうすることでまた頭に入っていくんでね、ぜひもうそこまで来てるんでね、自分のことをね、自分で占う、そんなことをしながらカードの意味を覚えていってみてください。そしてぜひこのね、動画のチャンネル登録をよろしくお願いします。他のね、タロットカードの意味もね、紹介してるんでね、ぜひ見てほしいと思ってます。この下の方にね、動画の下の方に赤いボタンがあると思うんで、そこをクリックするとチャンネル登録になります。ぜひお願いします。それでは以上で終わります。どうもありがとうございました。